今日はすき家に来ました。じゃーん、キング牛丼。ご飯が波の約3倍、お肉が波の約6倍、2240キロカロリー、メガの2倍だそうで、全部で 1.2 キロだそうです。ちょっとどこまで食べれるか挑戦。パパもキング牛丼。牛丼じゃあ召し上がれ。完食。パパ完食。いや、時間というと多分5分ぐらい。早っ。はい。5分。5分ちょい。多分5分30秒ぐらい。私まだ半分ぐらい、ちょっと汚いね。来た。もうすぐ半分。俺。今日何食べた？お肉。お肉。牛丼食べましたが、パパは5分で完食したけど、ママはね、4分の1ぐらい残っちゃいました。時間があれば入るかな。もうちょっと時間があったら食べれたけど、ちょっときついね。パパ、バーバの残った分も食べてくれました。お腹出てる？あ、でもやっぱすごいね、腹筋など。すごい、胃が出てる、胃が。胃が出てる。あとね、30分くらいゆっくりしながらだったら全部食べれた。俺、寿司だったらあと1、2枚余裕だったわ。すごいね。いやー、でも同じ味は結構辛いね。そう、味がね、飽きる。いやー、お腹いっぱい食べた。食べましたね。しばらくいいかな、丼物は。あのね、味が単一だから。そうだね、飽きんだよね。牛丼オンリーはね結構厳しかった。あの、俺も、まあ量的には全然問題なかったんだけど、途中飽きた。いやでも悔しいね、ちょっと残したのは。ちょっとバーバーを待たせるわけにはいかないかなと思って。あんなところでね、30分1時間いてもさ、何もないじゃん。なのでちょっと時間を気にしてリタイアしちゃった。まあ、いっぱい食べて満足。程よく食べやすかったよ、一応。あ、そうだね、美味しかったし、なんと脂っぽすぎないから、うん、うまいこと食べました。腹何分ぐらい？9分。まあ、あのバーバの残ったとこも食べてくれたし、9分ぐらいかな多分。あの、これ以上食べたらバスで吐くと思って。バス酔いするからさ、あの、満腹になっちゃうと。だから 8.5 ぐらいかもしれないな、お腹。だから食べようと思えば食べれたけど、無理して入れると油感じちゃってすぐ終えってくるから。大丈夫な範囲でやめといた。牛丼って意外にあの油っぽくないんだっていうのは再発見でした。うん、あ、意外に脂質少ねえね、なんかね、
もっと感じるかなと思ったんだけど、そう、もっとね、あの 油感を感じるかなと思ったら意外に ね、あれ油ね、まあ、大食いメニューとしては多分初心者編なんで、そうだね、多分 1.2 キロは少ないもんね。そうそうそう、なのであのちょっと興味のある方というか、そうだね、またぜひ試してみてください。はい、バーバのお家に来ました。ナイ君はさっき買ったこのこれの付録でラキューで遊んでます。三角作ってるとこ。そうなの、うん、できたら教えて。めっちゃ可愛い。はい、行きましょう。せーの。はい、オッケー。小学校。マイワイ。マイワイ。おめでとうございます。だいぶ早いけど。何が来た？ケーキ。カレーとろだからいいや。はい、わー、ずるい。よし。よし。おっと、できた。よいしょ。あ、いいか、はいはいはい、はい、どうぞ。あ、ブルーベリーもあってる。いちごいるじゃん、いちご食べて。ちょっと待ってなさい。すごいふわふわ、おいしい。ふわふわ別腹だね。すごいね、お口の周りライト、うん、はい、ちょっとすごいなんかおひげができてますけど